さあ、コンディションを見てマストの位置を2センチぐらい今前出しましたね。これは好みです。今日のコンディションですと僕はもうちょっと前の方が浮きもいいし、飛んでからのコントロールもいいんじゃないかなと思って今前に動かしました。さっきの位置でもね、乗れるんですけど、まあ、試して初めてですのでいろいろ試してみたいと思います。高度58、118リッター。この前ですね、この高度にニールプライドのプライドサーフでテストをしました。今回は、同じボードかぶりな、そして、フュージョンですねのハイブリッドアルミと、フロントウィングリアウィングはカーボン、フューサレージはアルミです。このセットで、テストをしてみたいと思います。マストの位置はまあ、ちょっとフロントウィングの両揚力がちょっとわかんないんで、そして今日風が弱いので前気味につけてあります。まあ、一回乗ってから動かそうかなと。フロントは1950ですね。X シリーズです。非常にオールマイティに癖のない乗りやすいホイールです。ギアは300ですね。で、ウィングの方はカブリナのクロス3の 7.0 です。ダブルストラット、非常に性能の高いウィングを使います。実際ね、飛んでみてこんな感じか。ストラップはなしです。ではちょっと行ってみましょうか。さあ、ちょっとブローが来始めましたんでね、このブローで飛べるかな。まあ、あの118リッターありますし、ノーステールテールがワイドになってるんでバランス非常にしやすいですね。ブロー来たな。さあ、パンプ行きましょう。あ、来ましたね。あ、気持ちいい、いい感じで飛んでくれました。まあマストの位置もストラップつけてないんで、なんかここでも全然良さそうな、すごく動かせますよね。こうやってくる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 動かせるんで、そんなに悪い位置じゃない感じがしますね。僕の体重66、67ぐらいでしょうか。すごくこうデッキが少しコンケーブ、まあラウンドしてるんで逆ですね、内側に真ん中がこうへこんでるような感じなので、すごいフィットしますね。さあ、またブローがね来ましたから、同じように飛んでみましょうか。ギリギリの風だと思うんですよね。ワンブローで、ポンピングやってみましょうか。ノーズが軽いからすごい、あの118リッターなんですけど、ポンピングもすごいしやすいですね。安定しました。結構今ギリギリの風ですね。空気を抜くと落ちてしまうぐらいの風ですが、パンピングとポンピングでなんとか取り付けています。次のブロー来たかな。来ましたね。楽ですね。118なんですけど動きが軽い、すごい動くんですよね。で、静止バランスも非常にいいので、初心者でも十分、あとある程度体重がある方でも安心して使える、そうですね。動きました。ちょっとね、回答がすごいあるな。ね、引っ掛けてしまいますが、ちょっとずつね、風が上がってきました。こう頭をノーズを振った時の動きがすごいいいですね。軽い。
か、こうポンピングがめちゃくちゃしやすいな。おっと危ない、海藻でかいのがありましたね。だいぶ死んでしょうか。おお、こう手を離した時のバランスって非常に大事ですよね。特にまだジャイブがうまくできない方はそこで、落ちてしまいますが、おお気持ちいい。あ、デッキパッドもしっくりきますね、手足に。すごい、118も結構波でも面白いかも。まあ波っていうかうねりですけどね、そんだけ動けば楽しいですね。超ギリギリだね、風の中で。よっしゃ、来た。なんてしました。おお。面白い。おっと、落ちちゃいましたね。こう止まった時のこの静止のバランスもいいですからね。またちょっとブロー来ましたね。ギリギリ飛ぶギリギリのブローな感じですが、まあ、手をこうねスライドして、サブリナの特徴のワイドスパンハンドル、次大活躍ですね。もうちょっとブロー欲しいな。ちょっとずつブローが来始めましたね。あの風が弱い時も、弱い時ほど登るのが難しいんですよね。センターキール、ノーズのセンターキールは効いてる感じもしますね。それからレールが結構立ってる、着岸台エッジが、角張ってますので、水をよく引っ掛けてくれて、登りやすい形状になってますね。非常に風が弱い時のこのウィングの登りというのは大事ですので、こうコロコロしたりツルツルしたり、風下をね向きやすい方だと難しいのもありますよね。まあレベルが上がってきたらもうどんなものでもね上手な方は乗りこなすけど、特にこの118リッターっていうサイズは、初心者の方が多いと思いますので、その方々に向けて最高のシェイプになっています。まあクロス3もそれからマンティスというもう一つのモデルもカビナ登り性能はすごくいいんですよね。セール全体がこうカチッとしていて、風をきれいに流して、トレーリングエッジもしっかりしていますので、登りやすい、登り性能高いウィングとして、非常に、有名になっていますね。ちょっと僕のジャイブしてみますか。ずっと回ってくれます。はい、スイッチスタンスね、スーサイドになって足をトントン、めっちゃ安定してますね。いいですね。